筋力トレーニング全身編を紹介します。全身の筋肉をバランスよく鍛えていきましょう。肩の体操を行います。皆さん基本姿勢は取れていますでしょうか。肩の体操で肩周りの筋肉を鍛えることで高いところにあるものが取りやすくなったり肩こりが軽減する効果が期待されます。この体操は背中にある左右の肩甲骨の動きを意識していただくことが重要です。開始姿勢は基本姿勢から両手を90度の高さに上げた状態から行います。肩に痛みのある方は無理のない範囲で上げてください。この時顎を引いて胸を張り肩の力を抜くようにしてください。まずはステップ1から行います。8秒かけて両肘を後ろに引き8秒かけて両手を前に伸ばしていきます。肘を後ろに引いた時両肩が上がらないように注意しながら肩甲骨を背骨に引き寄せるようにしましょう。運動の間基本姿勢が崩れないよう注意し肩甲骨の動きを感じながら行いましょう。それではやってみましょう。せーの、次にステップ2です。8秒かけて両肘が下がらないように後ろへ引き8秒かけて両手を前に伸ばしていきます。肘を後ろに引いた時両肩が上がらないように注意しながら肩甲骨を背骨に引き寄せるようにしましょう。運動の間基本姿勢が崩れないよう注意し肩甲骨の動きを感じながら行いましょう。それではやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。皆さんできましたでしょうか。首や肩が凝っているときに骨盤体操と合わせて行うとすっきりしますよ。次はスクワットです。皆さん基本姿勢は取れていますでしょうか。スクワットの目的は足の筋肉を効果的に鍛えることです。スクワットはステップ1から3の順でレベルアップしますので膝の痛みなど体の状態に合わせて選択して実施してください。まずはステップ1です。開始姿勢は基本姿勢で両手を組み肘
肘を伸ばして肩の高さまで持ち上げます。肩が痛い方は無理のない高さで結構です。視線は常に前、前方へリーチした際に体重が足に乗るようにしましょう。号令に合わせて8秒かけて前方にリーチし、8秒かけて元の姿勢に戻ります。それでは8回やってみましょう。せーの、次にステップ2です。開始姿勢は座って両手を胸の前で組みます。号令に合わせて4秒かけて体を前に傾け、4秒かけて立ち上がります。座る際は同じ軌道を意識し、4秒かけて体を前に傾けながら腰掛け、4秒かけて開始姿勢に戻ります。なお視線は常に前にしましょう。それでは8回やってみましょう。せーの、次にステップ3です。開始姿勢は立った姿勢で、両手を胸の前で組みます。
号令に合わせ4秒かけて体を前に傾けさせ、4秒かけて膝を曲げます。踊るときは4秒かけて膝を伸ばし、4秒かけて上体を起こし開始姿勢に戻ります。この時も視線は常に前にしましょう。それでは8回やってみましょう。せーの、以上でスクワットを終了します。足の筋肉を鍛えると生活動作が楽に行えるようになります。時間がないときはスクワットだけでも良い運動になりますよ。腹筋の運動を紹介します。皆さん基本姿勢は取れていますでしょうか。腹筋の目的は体の中心となる体幹を強化することです。体幹を強化することで姿勢が良くなり動作が安定します。腹筋運動はステップ1から3の順でレベルアップしますので、腰などに痛みが出ないステップを選択し実施してください。まずは骨盤左右を行う際に確認した座骨を見つけましょう。両手をお尻の下に入れてみてください。ゴリゴリとした骨があるのが分かりますでしょうか。それが座骨という骨です。腹筋の運動中は座骨にしっかりと体重が乗っていることを確認しましょう。それでは基本姿勢をとりましょう。腹筋はステップ1から3の順でレベルアップします。ステップ1は基本姿勢よりやや深めに腰をかけます。そして両手を胸の前で組みます。4秒かけて体を後方に倒し背もたれにつけます。4秒で元の姿勢に戻します。この時背もたれにもたれすぎないようにお腹の緊張を保つように注意しましょう。また足が浮かないようにしましょう。足が浮いてしまう方は背もたれに荷物を置いたり足の下に台を置きましょう。それでは10回やってみましょう。3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4
8。皆さんできましたでしょうか。以上がステップ1になります。次にステップ2です。座る位置は元の基本姿勢に戻し、両手は椅子の端を軽く握ります。4秒で後方に倒し、4秒で元の姿勢に戻します。この時椅子を強く握らないように注意し、足が浮かないようにします。背中は椅子の背もたれにつけない程度に倒しましょう。それでは10回やってみましょう。せーの、皆さんできましたでしょうか。以上がステップ2になります。次にステップ3です。ステップ3でも座る位置は元の基本姿勢に戻し、腕を胸の前で組みます。4秒で後方に倒し、4秒で元の姿勢に戻します。この時背中は背もたれにつけずに、ゆっくりと後方へ倒します。また後方へ倒した際は体が反らないように注意し、足が浮かないようにします。それでは10回やってみましょう。せーの、終了です。お疲れ様でした。この体操は姿勢改善、腰痛予防につながる運動です。ぜひ生活の中に取り入れてみてください。